こんにちは、ゆうです。バズダのお時間です。はい、今日無課金サバカ芝居のあるやっていきたいと思います。今日お誕生日の方おめでとうございます。あと今日やっていきたいのですね、タイトルとサムネ見てもらったら分かるように7月クエストの12なんですけど、ちょっとね、Bluetooth のイヤホンにして、この前イヤホン水没したんで、ちょっとやりにくいんですよ、めちゃくちゃ。なんか音が、この全然周りの音が聞こえへんみたいな感じがすごくて。はい。それではまあ、やっていきましょうか。はい。12ですね。ちょっとパーティー、スキルターンの調節とかでちょっと試しに潜ってみたんですけど、はい。まあ多分いけるだろうっていう感じで、はい、感じたので、それではパーティーご紹介します。はい。こちらですね、こんな感じ。正月神結びとジョナサンですね。はい。それではご紹介しましょう。リーダーのジョナサンちゃん。リーダーの神結びに、小学生スキルプラス。で、ドラゴンキラーに上限解放。で、フレイヤーやったっけ、どっちだったっけ忘れたんですけど、はい。それの、頂点戦のやつのレベル120にしたやつをつけてます。はい。で、こちらが、1点目のサブのシルバードラですね。小学生、頂点遠心、上限解放、スキルチェーン2つ。あとは、これな、流落章なら火のやつだったっけ、はい。その感じの武器です。自動回復を補いつつ、火裂を補いつつ、みたいな感じですね。はい。で、こちらが、2体目の芝田ですね。で、超アクセス、超大人原子、上限解放、スキルチェーン2つ、ビッグマムの武器ですね。本当はね、ビッグマムの武器でね、全然いいと思うんですけど、なんせ僕がその時ちょっとあんまりサボってたんで、あんまりサボったというか、結構サボってたというふうんで、はい、1体しか持ってません。1体しか持ってません。これ2や。はい。で、これビッグマムの武器つけてます。で、これ3体目のシバドラに、超学生、超大人技師、上演会4、スキルチェーン2つ、これはね、バレンタイン戦利の武器から、はい、スキルプラス、補いつつ、なんか列か、まあ、おそらく、まあ、自動回復でも全然いいんですけど、はい、自動回復の場合はね、シバドラをね、悪魔キラーにしてあげたら全部の楽勝だと思うんですけど、僕、その悪魔キラーにするのめんどくさいんで、はい、スキルと列を補える戦利。また、僕が持ってるのであれば、ちょっと忘れた。はい。で、エースですね。エースに超学生スキルプラス上限解放、悪魔キラー。で、あとは、インドラの武器ですね。インドラの武器で、最初の、バインドと、めっちゃもうこれ外れる。バインドと、消せない。バインドと、覚醒無効化。で、補いつつ、回復しつつ、激炎張って耐えるっていう感じですね。で、フレンドさんのジョナサン・ジョースターに、超学生7コンボ強化、上限解放、スキルチェーン2つ。で、5連ガチャパー。これがジャパンがね、その、ヘイストかけれて、しかも2ターンの間、シバドラの激炎耐えれる、張って耐えれるんで、それを採用しております。で、バッチャ HP プラスですね。はい、それでは、4月のクエスト、レベル12、サクッとクリアして、ね、もう、魔法石、スパイファミリー、シルビアに、引くに向けて、貯蓄していきたいと思います。それでは、貯蓄してやる。はい。ほんまね、もう先ほども言ったんですけど、もうね、悪魔キラーに変えたいだけなんですよ。もう、シバドラ。もうめんどくさいんで、はい、ちょっともう、こんな感じの編成感、組みました。で、インドラ使って、バインドと覚醒も解除してあげて、で、ルーンエンハンス使ってあげて、まあね、ほんまにね、そのシバドラの編成は多分だいぶ手回ってると思うんで、もっとね、皆さんの方がやり込んでると思うんで、はいはい。いや、まあ、僕も一応動画出させていただいている以上、やり込んではいるんですけどね、ちょっとガチャの引く回数に関してはね、はい。まあ、もう本当にね、まだもし、その、うまいこと、キャラ持ってなかったよっていうのね、方でね、もしこの編成がね、ドハマりしてくださったら、はい。と思って、もうその使命感だけで動画を作っております。もうパズドラに心臓を捧げております。はい。ごめんなさい。適当なこと言って、魔法石を貯蓄してやるから、ちょっと、どうしようなんか、進撃の巨人に繋げたくなってきて、はい、カイムユースで覚醒を解除してあげます。はい。やばい、もうずっとこうなってる。オッケー。はいはい。枝豆がそこか。はいはいはい。その、ブルートゥースのイヤホンがね、すぐ外れそうになるから怖いんよ。はい。で、ギリだって耐えれると。で、回復4つ消ししてあげると。あ、待って。危ね。はいはい。やっべ、これミスったな。
あぶねえ。備えちゃったらええよ。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。はい。あぶねえ。これでいったでしょ。はい。なんか逃げ気必殺みたいなのになっちゃいましたけど。あ、そうそうそう。はい、ここでね、覚醒向こう来ると思うんで、お邪魔されちゃったね。で、5連ガチャパー使います。で、波紋を込めて使って、で、これね、ロック動作解除できるんで、はい。お邪魔作られても全然意味ないんですよね。消せば。で、シバドラ使ってあげて、はい。できれば回復を追試した方がいいんかな。ちょっと待って。はい。で、ここを火のとこにして、はい。はいはい。で、これで超根性まで行くと。で、これも回復を追試ね。はい、回復を追試。これ多分耐えれるんですよね。オッケー。で、シバドラ使ってあげて、これ回復を追試優しいね。僕、パズドラ、五老体パズルにも優しい。オッケー。はい。で、耐えてあげて、で、ここから属性吸収向こう来ると。で、それを、もう。で、シバドラと、で、これで、エース使ってあげて、ダブル吸収向こう作ってあげて、で、ドローキョンかけてあげて。で、おっしゃったら2列にしようか。はいはい。はい。こんな感じで、ちょっとイヤホンがむずっと遅そうやねんけど。はい、楽勝でクリアと。はい。ちょっと危なかったけどね。はい。よし、それでは魔法石12個いただきましょうか。はい、クリア魔法石12個いただきました。あ、それでは、最後にね、これ、いつ受け取ったのかな？まだスーパーゴッドレスを引いてなかったんで、最後引いて感激して終わりたいと思います。それでは、回す。無料からダイヤ出てもええんやで。ちなみにメインアカウントは、ガネーシャか。ガネーシャ、あ、でもコインリーダーいいんだったからええかもな。まあいいでしょ。はい。はい、もうこのガネーシャの画面で終わります。はい。それでは、この動画、最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ、もしね、皆様の、こんなパズル下手くそでも適当に、うまいことやれば、適当にクリアできるっていうこと、っていう動画でした。はい、最後までお付き合いください。ありがとうございます。皆様お疲れ様です。もしよかったら、高評価とチャンネル登録をしてくださると嬉しいです。めちゃくちゃ喜びます。概要欄から、グッズ販売や、ツイッターとか、いろいろチェックしてくださると、嬉しいです。あとメンバーシップさんの、ご加入もぜひぜひお待ちしておりますので、YouTube の最低金額でご加入できますので、しかもその代わり結構ね、僕最近メンバーシップさん限定で夜にメインアカウント結構やり込んでるので、はい。それでこの変装思いついたりもしてるので、その裏側を見たい方はぜひご加入ください。はい、それでは、お相手は私、ゆうでございました。それでは、バイバイ。